聖マリア大聖堂は、エディンバラ教区の主教座聖堂エディンバラの個性。パウロ教会スコットランド聖公会は、スコットランド監督教会という名称で、連合王国スコットランドにあるキリスト教教会。イングランド教会のカンタベリー管区とヨーク管区とは、別の独立した管区として、アングリカンコミニオンへ参加している。スコットランドでは、長老派のスコットランド教会が多数派を占めるので、 カトリック教会などと共に少数派である。2016年での教会会員3万1656人で、そのうち聖餐式に参加する信者は2万2838である。毎週の教会出席者は平均1万2511人である。パースにあるセニニアン大聖堂スコットランドへのキリスト教宣教は、セニニアンが南部のピクトビトへ初めて行ったと言われている。 563年には、アイルランドの修道像の聖コルンバが12人の仲間と共に戦況に来て、彼が作ったアイオナ島のアイオナ修道院は現存している。11世紀に至って、聖マーガレットの時代にローマとの結びつきをさらに強くしている。1560年、スコットランド宗教改革が始まって、スコットランド教会は、ローマの教会ともとを分かった。 その中心になったジョン・ロックスはスイスでジャン・カルバンの思想に大きな影響を受けた。1560年、スコットランド議会はカルバンの信仰告白をスコットランド信条として採用した。1582年にはスコットランド教会は監督制度を否定して長老による管理、カルバン主義の教会として歩み始める。その後、スコットランドジェームス世が イングランドをジェームス一世になって、両王国を治め、禁帝約聖書を定めて、初めて英語聖書が広く使われることになる。ジェームズは、スコットランド教会を、イングランド教会式の監督制にしようと何回か、もくろむが、いずれも失敗している。その息子のチャールズ一世の戴冠式は、スコットランドのホリールード寺院で、イングランド教会方式により行われた。チャールズは、 ノックスの天礼式文とイングランド教会の天礼式文を混合した天礼を作り、それを実施したところ反乱が起こり、間接的に宗教戦争へと進み、1641年のアイルランド反乱も併発して、王党派と議会派のイングランド内戦へ突入する原因となる。このようなありさまで王権が縮小していくにつれて、スコットランドではカベナンターと呼ばれる、 長老派支持者が主流となる。1660年のスコットランド王政復古後、チャールズ2世の政府は監督性を敷いたので、壁なんターとの争いが続き、ジェームズ7世は、スコットランドの名誉革命の結果、廃位される。ウィリアム2世王への忠誠が進まない中、スコットランド教会は、長老派への歩みを確固たるものにする。1707年。 スコットランドとイングランドは統一されて、グレートブリテン王国となる。1712年には、スコットランド聖公会として、改めて設立されている。アメリカの13植民地の独立に際して、1784年に、サミエル・シーベリーを主教に任命するのに、イングランド教会の協力が得られなかったのを見て、スコットランド聖公会のアバディーンの聖堂で、性別式を行っている。 神学校は1810年に設立されて、1848年に移転し、1876年にさらにエディンバラへ移っている。現在聖職者の教育は、各教区の責任で、スコットランド聖公会人学校が全体を統括している。1900年には、全体で356の集会があり、会員数は124,335人。 生殖者は324人であった。会員数は増えると予想されたが、予想通りにはいかなかった。1989年には、約200人の給与付き生殖者、80人の給与なしの生殖者で、会員数は6万5000人、うち3万1000人が受け生産者であった。1995年から21世紀に向けて、ミッション21に取り組んできており、 プログラム名、メイキング・ユア・チャーチもア・インバイティングの下に、様々な活動を行うようになっている。イエスの復活信仰の確立ナザレのイエスの死を通しての食材信仰の確立主イエス・キリスト信仰の確立終末信仰の確立については、プロテスタント・キリスト教としての信仰の確立の歴史を参照。聖書は、神の言葉という信仰の確立については、 旧約聖書神の言葉として成立した聖書の歴史を参照。21世紀に入って経済的な是正、女性の登用に取り組んでいる。同性婚も認めて2017年11月には初めての女性主教を選出した。スコットランド聖公会の7教区、スコットランド教会のスコットランド聖公会祈祷書はウィリアムとメアリーの時代に広く使われるようになって、 その後も何回か改定されている。関区内には七つの教区がである。神学校として、スコットランド聖公会人学校がある。乙女、マリアより生まれたイエス・ナザレのイエスは死んだけれども、蘇ったナザレのイエスは天に登っていってから、神の右に座った聖書は、神の言葉だと信じる。 指導者が聖霊に満たされて語る言葉は神の言葉とされているので聖霊に満たされて書かれた聖書は神の言葉である。ありがとうございます。